はい、ラガイです。前回、銃持ちを倒そうと、まあ、いろんな人にですね、戦闘を仕掛けて、まあ、絡んでいったんですが、まあ、結局ね、銃を手に入れることはできず、なんだろう、最終的に得たものは、スクラップが集まってたことぐらいかな。まあ、他に特に成長したことはなかったんですけども、今、割とですね、人が少ない時間帯にログインして、で、まあ、先ほどログインしたんですけども、ログインした直後に夜でですね、まあ、ちょうどね、エアドローが落ちてて、で、槍一本持った状態で、無事拾えたんですよね、エアドロー。まあ、その時にね、手に入れた、ダブルバレルショットガンだったり、まあ、5.56 の高速ピストル弾、5.56 のライフル弾。まあ、これらをですね、今からリサーチしようかなと思います。で、まあ、この4つの他に出たものは、ベレッタ出たり、あとスパスとか出ましたね。まあ、ベレッタもスパスもリサーチできないんで、まあ、覚えられる武器はダブルバレルショットガンだけなんですけども。まあね、これゲットできたのだいぶでかいかなと思います。注射器は施設回った時に救急キット出してそれ分解して注射器はゲットしましたね。で今拠点に618スクラップあるので、これら5つのアイテム覚えたいと思います。拠点狭すぎてこれ置けるか?ここに乗るか。ギリギリ置ける。まずダブルバレルから覚えていきましょう。スクラップ125。これが、初めての武器のリサーチかな。まあ、ダブルバレルショットガンね、最初めちゃくちゃ強いんで、まあ、重宝していきたいですね。そして 5.56 の高速弾。レベル3のアイテム第1号かな。一つだけまず枠を潰せました。そしてピストル弾。まあ、これはね、いずれ覚えるんで、今は、まあ、使う武器持ってないんですけど、まあ、先にリサーチしておきたいと思います。覚えましょう。で、5.56 のライフル弾。まあ、これも同様ですね。マジでエアドロ拾えるとはね、1ミリも持ってなかった。で、注射器。でも注射器使いたいんですけど、今この拠点にワークベンチレベル1しかないので、まあ、2ね、この仮居に設置するかどうか、まあ、多分しないんで、当分使うの先になるかもしれないですね。まあ、もういきなりだいぶね、進んだかあるんですけれども、まあ、この仮居のスクラップ残り93しかないということで、まあ、今回も箱開けて、まあ、スクラップ集めたり、あと現物系出しに行きたいと思います。とりあえずはね、拠点の近くのパラボラのモニュメントパズル行きたいと思います。パラボラの箱はいつも湧いてるかな。まあ、この施設はラットダメ食らうのにあんまり美味しくないっていうね。だからあんま人が来ないですね。あんまりボックス自体も湧かないしな。ボックスあんまり湧かないのに、こうやって階段登って取らなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいってね。またはしご?なんかマジでわら箱からはしごすげえ出るんだけど。まあ、はしごもいずれリサーチしたいですね。これもう前々回と全く同じ光景だわ。おマジで?ちょ、これ帰ろうか一回。え、めっちゃ激アツなんだけど、ガレージドア出た。ちょ、ダッシュで帰って秒でリサーチしたいと思います。むちゃくちゃ嬉しい。なんか今回ボックス開けたらたくさん現物出る気がしてきた。エアドロ取ったことによって、ちょっと流れ変わるか?一旦帰宅。ということで、ガレージはリサーチしましょう。よし。これで拠点の防御力も上がりますね。歯車もね、結構余ってるんで、まあ、この仮居にも設置しようかな。気を取り直して、パラボラのモニュメントパズルやろうと思います。残り、わら箱から欲しいアイテムは、リボルバーぐらいかな。ヒューズ入れまして、点火。キーカードスキャン。青のキーカード取って、歯車よく出るな。やっぱガレージはクラフトしろってことだ。とりあえずここのリサイクラーで部品系を分解しようかな。さあ分解し終わりました。ずっと気になってはいるんですけど、この木の幹がですね、拠点にぶっ刺さってるんですよね。でここに貫通してるという、どういう状況だよ。ということで、今からですね、前々回行ったトレインヤードのモニュメントパズルをしに行こうかなと思います。まあ、先ほどパラボラで青のキーカードもゲットしたんで、これを使って、クマ止まってるし、豚も止まってる。まあ、理由としては、前々回施設3つぐらい行ったのかな。まあ、その中でもね、一番箱は空いてたんで、まあ、あんまり回られてないのかなということで、まあ、ちょっと遠くはなるんですが、まあでもこの雪山を登っていかなきゃいけないというね。武器ボックスから何かしらが出てくれるのが理想ですけど、まあ、そもそも武器ボックスが湧いてないかもしれないね。まあ単なるスクラップ集めと思ってもあろう。俺の足音か?あ、やっぱいるわ。
ラグクで外した。待て、当たんねえな。あいつなんか持ってるよな絶対これ。一発待て、せっかく雪山登ったのに。なんか捨ててるぞ。やっと倒せた。なんか捨ててってたんだよね。布、木材、370、ロープ。二度目の山登り。まだ何か入ってんのかな。ということでトレインヤード見えてきました。下っていきたいと思います。下りはすっげー楽なんだよな。めっちゃ早い。あ、でも箱湧いてねえ。モニュメントパズルは大丈夫か。あれ、こんなところに医療箱湧くんだ。注射器。お、武器ボックス湧いてる。点火。まあ一応ぐるっと回ってみるか。でも敵いた時嫌だな。なんかトレインヤード回ってる人って強いイメージあるから。わら箱。パイプの上は箱湧いてなかったけど、他は全部湧いてるのか。まあでもここは湧いてない。点火。湧いてないわ。武器ボックス。火炎放射器。これリサーチしたいっすね。ここも湧いてない。で、モニュメントパズルしましょうか。ということで、ヒューズ入れて、点火。トレインヤードは推し施設なので、まあ、多分うまいと思う。箱があれば。湧いてる。わら箱から、ショットガントラップ。バネ。武器ボックス。お、重装パンツ。武器ボックスが3つか。防護スーツ。やばい、持てねえ。わら箱。ヒューズ。板金。サブキボックス。常勤。2つ目。うん。3つ目、ラスト。現物出ないな。トレインヤードのリサイクラーで部品系分解していきたいと思います。さあ、分解終わりまして、スクラップ222、常勤33。これどうしようかな？洞窟に持って帰ろうかな？道沿い走ってみて、ミニコプターが湧いてたら、それ乗って帰りたいんだけど、湧いてなさそうか。洞窟拠点まで徒歩で帰るか。どういう選択をしても、やっぱり雪山はね、登らなきゃいけないっていう。うわ、洞窟帰るときにあそこの拠点の近く飛んの嫌だな。あの拠点めっちゃでかいし。うわ、木取ってる音する。頼む、帰らせてくれ。いつも誰か戦車に撃たれてる。なんか風化してねえか、あの拠点。ということで、無事洞窟拠点に戻ってきました。まあ、洞窟はですね、前々回から全然強化してなくて、今回ガレージではリサーチしたんで、まあ、この洞窟にもレベル1ベンチを置いて、ガレージはクラフトして、まあ、たくさん設置していこうかなと思ってます。あとこの火炎放射器も早めにリサーチしたいですね。さっき洞窟拠点に戻ってくるときに、その辺風化してたと思うんだよな。あれ？でもタンスねえのか。何も持ってない。ということで地上拠点戻ろうと思うんですけど、砂漠の方からぐるっと回って戻ろうかな。でもまあ結構木の扉の拠点あるね。赤箱開けましょうか。ズボン。わら箱。リボルバー。出ないか。え？倉庫場の片開きつけてる。わら箱めっちゃ開いてますね。まあ、ざっとボックスだけ開けたんですけど、まあ、ちょっとだけアイテム集まりましたね。お、風化してる拠点だ。あさられてるか。足音する。そこの拠点のやつかな。何も持ってねえわ。あいつ倒したらセーフゾーン入れなくなっちゃうんで。ということで分解していきましょう。分解し終えました。セーフゾーンの採水で水を移そうかな。よし。まあ、これをしたということはね、ロケット施設も視野に入れているということで。トレインヤード行って洞窟拠点寄って、まあ、帰ってきたんですけども、だいぶ長旅になりましたね。
まあ、今回ね、一番でかい収穫はやっぱりガレージとはリサーチできたことかな。まあ、ダブルバレルショットガン等もリサーチしたんですけど、まあ、一番ガレージドア出したことが嬉しかったかもしれないですね。まあ、この地上拠点なんですけども、一応手放そうとしてましたけど、まあまだ当分抜かれそうもないんで、まあ、あと三角2マス分ぐらい増築して、まあ、もうちょっと使おうかなと思います。まあ、次回ロケット施設回ってみようかな一回。まあ、もしかしたら武器が出る可能性もあるんで、まあ、箱は開いてないかもしれないですけども、一旦行ってみたいと思います。ということで、また次回までお会いしましょう。じゃ、そして最後、大きな木箱、火薬一箱。いけたいけたい、地下がある。え、では一箱開けたいと思います。 M249